小雨がぱらついています。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの10回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあエース対決となる今日のゲームですが、赤星さんはどのあたりに注目されてますか？そうですね、この2人相手に打線がどう対応してくるかも楽しみですよね。そうですね、まずどちらが打ち崩すんでしょうか。まずはタイガースのエース西が甲子園のマウンドに上がります。エースの立ち上がり注目です。さあバッターは桑原。初球ボール、次が2球目、これはバットが泳ぎます。改めてお聞きします、この桑原、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、打ちました、マルテ、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている柴田。前回のゲームでホームランを含むマルチ安打を記録しています。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー西、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。変化球インコース、ストライクです。ノーボールツーストライクです。さあ外してくるのか。チェンジアップは入りません。引っ張った、ライト下がっていく、下がっていく、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。さあタイガース先制のピンチです。やはり先取点はやりたくないんで、ここは集中したいですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の西、どういったピッチングを見せるのか。初球いいコースでしたが、これは外れます。バッターの佐野、今シーズンの得点圏打率は3割飛んで8厘となっています。やはりクリーンアップ頼りになりますね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。次が3球目、打ちました、流しました、これはどうか、ヒットになった。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。ベイスターズ1点を先制しました。レフトオーバーのタイムリーヒット、1対0、タイガースなおもピンチです。さあそしてバッターボックスにはオースティンが入ります。さあなおもピンチの場面、初球は何から入ってくるか。ファウルになります。この球は外れました。3球目は何で来るか。
ボール、高めの変化球は見送ります。チェンジアップには反応しません。ボールです。スリーボールになりました。まあ、次のボールは見ていくタイプと打ちました。詰まりながらもレフトへ。ここは打ち上げています。レフトが取りました。ツーアウトです。さあそして打席には音坂が入っています。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。引っ張った。マルテ一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1対0ベイスターズ先制です。日さん、やはり立ち上がり各バッターはピッチャーのボールを何球か見ると調子というのは分かるもんなんですか？まあ、ある程度ねキレは分かりますけどもね、まあ、でも後々ねスピードが上がっていくということもありますからね、分かりませんね。あ、そうですか。中野が打席に入ります。今シーズンここまで10個の盗塁を決めています。さあベイスターズもエースが登板ということになります。さあそのエースをタイガース打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。インサイド外れます。これは決まった。これが3球目。低め見送っています。変化球がインコースに決まります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。インサイド打ち上げました。左中間へ打球伸びる。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターは2番に入っている近本。昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。当たってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。今永まずは先頭バッターを打ち取っています。手が滑ったでしょうか。ここは狙っているボールが来たらフルスイングでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。切れていきます。ファウル。膝元インコース。ツーボールツーストライクです。さあ仕留められるか。打ちました。弾き返した打球は右中間へ。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックス大山、昨日は2本のホームランを放っています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。さあこの調子を維持していけるか。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。アウトロー外れます。ボール先行です。さてバッターボックスの大山、どういうバッターなんでしょうか。いやもう天性のアーティストと言ってもいいんじゃないですか。そうですか。
このカウントは甘い球以外も含めた広めのゾーンを狙う感じでしょうね。なるほど、そうですか。低めの球ストライク、ツーボールツーストライクです。振っていきましたが三振、スリーアウトチェンジ。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わって1対0、ベイスターズが1点をリードしています。2回の表ベイスターズの攻撃、打席には6番バッター宮崎。さて今日はエース同士の投げ合いということになりました。タイガースの先発は西、ここまで13試合に登板して5勝4敗という成績。前回の登板は6回3分の2を投げて自責点5、負けがついています。高め打ちました、切れていきます、ファウル。内への変化球は決まりません。またファウル、次が4球目。チェンジアップ外れました。外れましたけどいいボールですよね。はい、インコースわずかに外れてボール。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。打ち上げてしまった、ここはフライになっています。掘ってワンアウトです。バッターは7番に入っている伊藤、まずはワンアウトを取っています。緩いボール決まりました。2球目は何で来るか。チェンジアップは入りません。ファウルになります。4球目は何で来るか。ボールになります。インサイド。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。バッターボックスは8番森、ツーアウトになっています。打ちました、ショート取った、一塁アウト、スリーアウトです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。1対0、1点リードはベイスターズです。2回の裏になります。さあタイガース、この回は4番から始まります。バッターはサンズ、5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。そうですね、バットが触れてる感じですね。そうですね。タイガース1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあそうですね、先頭打者が出塁すれば攻撃のバリエーションが増えますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。高めに持ってきました、147キロ。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。
チェンジアップ外れました。打った、大きな打球になった。さあどうだ、真ん中を破りました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで6試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあタイガース同点のチャンスを迎えています。早めに追いついておくことでもう一度立て直していきたいですね。うん、そうですよね。まあまた彼でしたら甘く入ってきたらスタンドインもありえますからね。はい、さあこのチャンスをどうものにしていくのか。決まった、低めいっぱい、ストライクを先行させていきます。追い込みました。バッターボックスのマルテ、今シーズン得点圏での打率は2割8分5厘となっています。もう1回持ってきました。見送っています。ボール、ここはストライクはもちろん際どいボールも手を出していかないといけませんよね。うん、なるほど、そうですか。いい当たり、抜けた、セカンドランナー帰れば同点。レフト前ヒット、さあ逆転のランナーも出塁します。初球バットが回ります。いい当たりだ、抜けていく、サードランナーホームイン、タイガース同点、1対1、振り出しに戻りました。さあ同点にしたシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。いや、ここでね、一気に攻めたいですね。これで両チームの得点が同じとなりました。ここも続きたいですね。さあこのチャンスでバッターボックスには7番の北条が入っています。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。これが2球目、低め外れています。さあ3球目は何か、これは変化球、チェンジアップを見極めます。これで3ボール。これが5球目、バントしました、左方向へ転がした、三塁アウト、決めることはできませんでした。ランナー二塁一塁はそのままです。ストレート打った、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、レフト前ヒット、これで6試合連続安打。いいコースですが外れています。外の球打った、高いバウンド、これはどうだ、セーフ、サードランナーがホームに帰ってきました。思わぬ形での得点。
フィルダースチョイスで勝ち越しということになりました。ご覧いただきましょう。相手のミスを誘い込み、ここで勝ち越しました。まあラッキーな形だったんですけど、相当焦ってたんじゃないですかね。相手のミスで勝ち越しに成功しました。初球打ち、ファウルです。際どかったですよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。150キロ。次が3球目、変化球にバットが空を切ります。ワンボールツーストライクです。これが4球目、見送ってボール。さあ5球目は何か。追い込まれたんで空振り三振を狙うようなボールでしたね。よく見極めましたよね。はい、そうですよね。インサイド打った、一塁間抜けた、ホームに送球、サードランナーホームイン、タイガース追加点、3対1、エースに援護点をプレゼント。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。できればこの回で大きく勝ち越しておきたいですよね。前半戦から優位に進めていこうとしています。ここで畳みかけたいですね。さあそしてこのチャンスで打席には2番の近本が入っています。まずは見送ります。ワンボール。改めてお聞きしますが、この近本、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的にはボールをしっかり叩いて遠くに飛ばそうとするバッターですよね。そうですか。あっと低めいっぱい。変化球打った、ファースト取った、際どいタイミング、本塁アウト。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。バッターボックスは3番大山。タイガースこの回3点を入れています。さあ逆転に成功し、なおもリードを広げるチャンスです。さあ2球目は何か、ファウルです。3球目は何で来るか、釣り球、しかし誘いには乗りません。さあ4球目は何か、これで3ボール、厳しくなったか。ここからは確実に狙っていきたい。センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった、サードランナーがホームに帰っていきました。タイガース追加点を挙げました。4対1、エースに援護点をプレゼントします。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。早いイニングからゲームを楽にできそうです。ここでリードを広げておきたいですね。まあそして彼はチャンスに強いバッターなんでね、面白いと思いますね。このチャンスに期待がかかるサンズが打席に入っています。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、タイガース追加点、6対1になりました。エースに援護点をプレゼント。
待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。早くも試合の主導権を掴んだと言っていいでしょう。バッターボックスマルテ、まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。ファウルになります。ストレートを待っていたようなスイングでしたね。タイミングは合ってましたよね。ああそうですか。ストレートを狙ってたんでしょうかね。ああそうですね。低め見ました。ボールです。見ましたよね。選球眼がありますね。膝元変化球がわずかに外れています。これでフルカウント。引っ張った。レフトに上がった。この打球はフライになっています。佐野が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。2回終了6対1、タイガース逆転に成功しました。先発の今永がバッターボックスです。ピッチャーが相手でも気を抜かずきっちりアウトを取りたいですね。そうですね。初球ボール。この球は外れています。ボール先行です。低め、これは決まった。打ちました。流しました。レフトへ打球伸びる。レフトが取りました。打順は1番に帰ります。バッター桑原。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。西、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ストライクです。次が2球目。今のはバッターよく見ましたよね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。ボールになります。変化球タイミング合いません。2ボール2ストライクと追い込んでいます。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。インサイド落ちました。これはファウルになりそうです。ここもファウルです。7球目は何で来るか。インサイド打ち上げました。打球はライトへ。ライト掴んで2アウト。2番バッター柴田、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。
2アウトになっています。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、2アウトランナー1塁。最初は変化球できました、ボールになります。2球目は何で来るか、自由自在のピッチングを見せます。これが3球目、スライダー外れます。チェンジアップは入りません。このボールは外れてフォアボール、得点圏にランナーを進めています。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。そうですよね。バッターのオースティン、今シーズンの得点圏打率は3割9分3厘となっています。いや、頼りになる4番バッターですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。そうですか。引っ張った、この当たりはどうか、ヒットになった。セカンドランナーホームイン、1点返しました。 DeNA ベイスターズ、見事なタイムリーヒット、6対2になりました。タイガース、その差は4点になりました。最初は変化球できました、ボールになります。これが2球目、高めのボール切れていきます、ファウル。ここは見ます。いや、タイミングは全く合ってなかったですね。そうですね。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。北条が掴んで3アウトです。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回ベイスターズ点差を縮めていきます。6対2、ベイスターズが得点しました。3回の裏に入ります。タイガースの攻撃、打順は6番小野寺、先ほどの打席で同点タイムリーを放っています。ここぞの場面で決めてくれましたよね。見事でしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースリードで迎える3回の攻撃です。リードはしてますが、点を取られたんで、すぐに取り返しておきたいですよね。さあ、まずは先頭バッターを出していきたい。打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。次が4球目、打ちました。痛烈、センターへ抜ける。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。ファウルになります。バントしました。サードが取る、アウト、ワンアウトです。送りバント成功、ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、まず1球目、まずはストライク。
バッターボックスの梅野、今シーズン得点圏での打率は2割4分1厘となっています。まあ打順の関係もあると思いますが、少し寂しい数字ですよね。ええ、まあここは強気で思い切っていってほしいですね。ああ、そうですか。4球目は何で来るか。低め外れています。見逃し三振、ランナーは動けません。ツーアウトになりました。最初から丁寧に攻めていきます。よく見極めましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。打ちました。森。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。3回終わって6対2タイガースがリードしています。4回に入っていきます。追いかけるベイスターズの攻撃。バッターボックスには6番宮崎。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガースリードで迎える4回です。アウトコース外れます。打ちました。ファールゾーン切れそうです。切れていきます。ファウル。このフライは切れそう。切りました。ファールボールです。打ちました。中野アウト。ワンアウト。バッターは7番伊藤。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは注意していった方がいいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。ボールになります。さあ3球目は何か。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。最初は変化球できました。ボールになります。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。外を狙っていきました。ボール。
に打ちました。これはセカンドの右抜ける。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁。これが1球目。送ります。大山アウト。ツーアウト。送りバント成功です。ツーアウトランナー三塁二塁。これが初球。手元で変化したでしょうか。まずは空振りを取ります。バッターの桑原、今シーズンの得点圏打率は3割飛んで3厘となっています。いや、いい数字ですね。頼りになりますね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。見逃し三振。ピンチをしのぎました。スリーアウトチェンジ。タイガース4回裏の攻撃になります。中野がバッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。タイガースリードで迎える4回の攻撃です。赤星さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、まだ安全圏な点差ではありませんから、しっかり先頭から出塁していきたいですね。確かにその通りですね。次が3球目。変化球が低めに外れます。切れていきます。ファウル。打ちました。これはどうか。センターに抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。さあ、一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターボックスには近本、そして走ってきた。キャッチャー送球して、ナイスチール。さあ、チャンスになりましたよね。やはりバントしました。取りました。アウト。ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー三塁です。まずはボールから入りました。もう一球アウトローへ。ボールになります。内へのスライダーはボールになります。ストライク入りません。これが4球目。打ちました。ここはフライになっています。掴んでツーアウトです。つなげたい場面でしたからね。まあ、ただね、次が彼ですから非常に期待が。打ちました。取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。タイガース、サードランナー残塁に終わっています。4回終わって6対2、タイガースがリードしています。5回に入ります。追いかけるベイスターズの攻撃。2番バッター柴田、今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せています。タイガースリードで迎える5回です。わずかに左に切れました。ファールボール。アウトコースのチェンジアップ。三振です。ワンアウトです。バッターボックス佐野、前の打席ではフォアボールを選んでいます。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。
初球ボール。切れました、ファウルボール。真ん中です。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り。ご覧いただきましょう、際どいコースに投げ込んできました。三振です。バッターボックスオースティン、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ツーアウトランナーありません。初球は変化球当たりません。さあ2球目は何か。スライダー外れます。バッターこれはどうだ、手を伸ばして取った、アウト。スーパープレーが飛び出しました。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6対2タイガースがリードしています。5回の裏タイガースの攻撃、バッターは5番マルテ。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。タイガースリードで迎える5回の攻撃です。膝元への変化球、ノーボールツーストライク。三球目外れました。外への変化球外れました。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。6番バッター小野寺、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、当たってますね。この調子だと猛打賞も行くでしょうね。さあここも打っていけるか。今永、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。ボールカウントはワンボールワンストライクです。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。インコースボール。これはスタンドへ入り、切りました、ファールボールです。変化球空振り、ツーアウトになっています。さあ初球は何か。インコース決まってストライク。次が2球目、低
低めの球手を出しました。あっという間に2ストライクです。低めの変化球です。高め外れました。ストレート外れました。フルカウントです。左抜けました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。この辺りで差を広げておけば余裕を持った試合運びができますからね。なるほど、そうですね。まあそしてチャンスに強いバッターなんでね、ここは期待していいでしょうね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。バッターに近いところで沈んでいきます。インサイド落ちました。強い打球、インコース詰まりました。この打球はフライになっています。森が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。5回終わって6対2、タイガースがリードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、得点圏には先制のランナー3番佐野、レフトへ弾き返すタイムリー、タイガース先制点を奪われます。2回の裏、追いつくチャンスを迎えて6番バッター小野寺、ライトへのタイムリーヒット、タイガース同点としました。さらに続きます。塁が埋まって1番中野、ラストボールきっちりと捉えました。タイガース1点を追加します。続く攻撃、2アウトフルベース、3番バッター大山、センターへ運ぶタイムリー、タイガース1点を追加します。さらに続きます。2アウト満塁の場面、4番サンズ、レフトへ弾き返すタイムリー、タイガース2点を追加します。3回の表、ランナー二塁三塁のピンチ、しかし内野フライに抑えます。得点を与えません。5回の表、ここも三振、三振を積み重ねます。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるベイスターズの攻撃、打席には5番バッター音坂、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガースリードで迎える6回です。改めてお聞きします、バッターの音坂、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、外野の間を抜いていくような低くて強い打球が多いのが特徴ですね。ああそうですか。ファウルになります。切れてますよね。はい、変化球が決まっています。2ストライク2ボールと追い込んでいます。
しいですね。いいボールでしたけどね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。3ボール2ストライク。打ちました。これはどうだ。アウト、ワンアウトです。バッターボックスは6番宮崎。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。これもファウル。アウトコース打ちました。取りました。一塁そのまま入ってアウト。打席には7番バッター伊藤。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトランナーありません。初球空振りです。2球目は何で来るか。インサイド変化球外れます。真ん中決まった。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。スライダー外れます。平行カウント。打ちました。これはセカンドライナー。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6対2、タイガースがリードしています。先発の西が打席に入ります。好投してますから続投でいいでしょうね。そうですね。アウトコース、ボール。インサイド落ちました。高く上がりました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打順はトップに帰って中野。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。今永、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上ピッチャーちょっと疲れてきたか。まあやはりだんだんキレがなくなってきている印象ですから、ここはチャンスでしょうね。はい。さあ甘い球は逃さず打っていきたい。バッターファーストゴロ。一塁そのまま入ってアウト。100球を超えていますが、まだ続投するでしょうか。バッターボックスは2番近本。ツーアウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、4球でツーアウトになっています。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますかね。はい。ちょっと合わないようです。ボールになります。切れていきます。ファウル。内へのボール外れました。3ボール2ストライクです。ここはもう腹を決めて打つにしても見送るにしても思い切り打ちました。流しました。弾き返した打球はレフトへ。この回タイガース三者凡退です。6回終了、6対2、タイガースがリードしています。7回の表追いかけるベイスターズの攻撃。
バッターボックスは8番森。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。タイガースリードで迎える7回です。これが2球目。変化球タイミング合いません。3球目は何で来るか。引っ張った、詰まりながらもライトへ。ここは打ち上げています。ライト掴んでワンアウト。バッターボックスには代打の外。まずはワンアウトを取っています。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか。なくなってきたようです。いや、球にね、力がなくなってきましたね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。初球は何で来るか。高めのボール、ファウルになります。内へ低めに変化しました。インサイド落ちました。これは破りました。センター前。ワンアウトランナー一塁です。打順は1番に帰ります。バッター桑原。今日はまだ当たりがありません。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ピッチャーちょっと疲れが見えてきたようですが、どうでしょうか。アウトコース外れます。ボール先行です。真ん中、内へ低めの変化球。ツーボールツーストライクです。次が5球目。低めの変化球は外れました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。変化球で空振りを取ります。ツーアウトになりました。バッターボックス柴田。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。ツーアウトランナー一塁です。ピッチャーちょっと疲れが見えます。この球は外れています。ボール先行です。なかなかタイミング合いません。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。6対2タイガースがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。7回の裏タイガースの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。背番号13伊勢が2番手としてコールされています。まず何を投げてくるか。バッター
高い打球レフトへ。ここはフライになっています。レフト掴んでワンアウト。バッターは4番サンズ。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。佐野が掴んで2アウト。打順は5番マルテ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。初球ストライクを取りました。入れました。ファールボール。3球目見送っています。ボール。ここは臭いところも打っていかないといけませんね。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。この回タイガース3人で攻撃を終えています。7回終わって6対2タイガースがリードしています。これから8回タイガースに選手の交代がありました。レフトサンズに代わりまして、8回まで来ました。 DeNA ベイスターズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは佐野。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。タイガースリードで迎える8回です。インコース決まった。これが3球目。ボールになります。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。ファーストが落下点に入ります。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。打席には4番バッターオースティン。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。西まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。内へ低めに変化しました。ボール先行です。まあ、次は狙っているボールだけを打っていけばいいですね。なるほど、そうですか。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。外外れてボール。スリーボールツーストライクフルカウントになっています。ライト方向を流しました。これはどうだ。2アウトになりました。バッターボックスには5番音坂。今日はまだ当たりがありません。2アウトランナーありません。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。
今のはよく見ましたね。はい、インコースわずかに外れてボール。タイミングややずれています。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。次が4球目。インサイド落ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。ボールになります。打ちました。取った。一塁へ。一塁アウト。スリーアウトです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6対2タイガースがリードしています。8回の裏タイガースの攻撃。バッターボックス小野寺、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。タイガースリードで迎える8回の攻撃です。赤星さん、点差がありますんで、ここは自由に打たせるということになるでしょうか。まあ当然そうなってきますよね。ただ長打というよりは塁に出ることが優先になるとは思いますね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウト。打順は7番北条。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。さあ2球目は何か。膝元への変化球。よく見ましたね。4球目は何で来るか。膝元へ変化球が決まります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました。伊勢。アウト。2アウト。8番バッター梅野。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。2アウトランナーありません。ちょっとすっぽ抜けた感じです。このフライは切れそうだ。切りました。ファールボールです。打ちました。この打球はファールグラウンドへ。またファウル。ボールカウントはワンボールツーストライクです。見逃し三振。スリーアウト。チェンジ。この回タイガース三者凡退です。8回終わって6対2タイガースがリードしています。これから9回ベイスターズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。ガンケルがマウンド上に上がっています。最後の締めを任されました。引っ張った。取りました。一塁送球。アウト。ワンアウトです。バッターボックスには7番伊藤。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。前の打席はいい当たりでしたから、タイミングは合ってると思いますね。ここは慎重に行った方がいいですね。なるほど、そうですね。ワンアウトランナーありません。
2球目打ちました。ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。バッターボックスは8番森。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね、ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。はい、そうですね。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあつなげるか。さあ3球目は何か。これはバットが泳ぎます。インサイド落ちました。これはスタンドへ入り切れました。ファールボール、ボールになります。フルカウントです。打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。打ちました。取った。これで3アウト。試合終了になりました。タイガースが見事勝利を収めました。西さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうかね。そうですね、展開としてはね、理想的でしたからね。チームとしてもいい勝利だったですね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。ご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物の